皆さんこんにちは。ここからの30分は農業と食が紡ぐ未来の時間です。パーソナリティは私森久美子です。よろしくお願いします。このコーナーは私たちが食べることを通して健康と農業の未来を共に考える番組です。今日はゲストに株式会社マイファーム代表理事で青洲学園理事長の西辻和馬さんをお迎えして新しい脳の形をテーマにお話をしていただきます。西辻さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。発音してみると西辻さんって発音ちょっとしづらいですね言いにくいんですよ。すみません、滑舌が悪くて失礼します。和馬さんで間違いないですよね。はい、合ってます。はい、123の1に真実の真と、はい、なんかまっすぐそうな、ね、お名前で、お父さんはそれをまっすぐ竹を割ったような性格にみたいなイメージでつけてくださったんでしょうか。きっとそうだと思いますね。そうですか、はい、ご長男さんですか。長男ですね。何人兄弟ですか。私は妹一人です。あ、そうですか、はい、じゃあもう一心に親御さんの期待を背負って、どこでお生まれになりましたか。はい、私福井県の三国町っていうカニがめちゃめちゃ取れる場所。何ガニですか。越前ガニです。越前ガニ、はい。北海道の毛ガニを食べたことはじゃあ大人になるまでなかった。大人になるまでなかったですね。そうですか、はい、食べてみた時どう思いましたか。やっぱカニのね身の味がやっぱ違うっていうところが違いますよね、うん、あんなにカニの種類によって変わるのかぐらいですよね。そうですね、はい、不思議ですね。で毎日越前ガニ食べてたんですか。いや、そんな裕福な家庭ではないですからでもね、いいのは中学校の時に、はい、給食の時間にカニを食べる練習するんです。はい、テーブルマナーとしてですか。そうです。こういうふうに切って。そうです、そうです。足のところをハサミこうやって入れてとか。だからやっぱ越前ガニの地域の人がカニちゃんと食べれなくてどうするっていうことで練習したんです。北海道でそういう話聞いたことないですね。毛ガニの食べ方の授業があるなんて、給食に指導があるってコストめちゃくちゃかかっちゃうそうですね、誰か寄付してくれればやれるのにね。あ、大事なことですね。でもね、ちょっと盲点でしたねそれは。で、今はマイファームといって、まあ、農業、こう家庭菜園っていう言い方は良くないんでしょうかね、うんうん、あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、そういうようなこう自分ができる範囲で自分たちで野菜を作るって、農業の農の部分をこう理解する人たちが増えるようにっていうことでお仕事してらっしゃるんだと思うんですけれども、はい、そこに至ったのがその福井県で育った時には別に農家ではなかったんですよね、うん、そうですね。僕普通にサラリーマンの父親の息子なので農業のの字も知らないところからスタートしてます。どうして目覚めたんですか。僕たまたま転勤で福井県の三国町で生まれたんですね。だから友達のみんなは漁師か農家ばっかりだったんですよ。そうなんですか。そうです。で転勤族の、まあ、子供ですから、はい、友達作ろうと思うと、まあ漁師になろう、漁師の子供たちと一緒にこう海に飛び込んでみたりだとか、はい、農家のみんなと野菜取ってみたりとか、はい、そういう経験で結構あるんですけども、はい、その中で友達と少しでも仲良くなりたいからっていうことで家庭菜園をやってたのが一番最初の土との接点。家庭菜園はお母様がやってたんですか。そうですね、母親がすごく好きなんですよ。 それで自分のブースをもう持たせて何植えましたか。あ、僕じゃがいも。じゃがいも、まあ誰でもできるっていう意味でじゃがいもを作ったらちっちゃいのや大きいのや、はい、虫食ったのやらいろんなのができますね。そうですね。あれカルチャーショックじゃなかったですか。いや、めちゃめちゃカルチャーショックでしたし、ね、あんな一つの種芋植えてあんなたくさんできるのかとかっていう感動もありましたよやっぱりちっちゃいの食べたらかわいそうだし大きいのはなんか形がいびつだったり、はいはい、何が正しいじゃがいもの形なのかとか売ってるのと違う、ね、売ってるのと違うじゃないって思いますよね。確かにでも大事なことですよね。大事ですね。綺麗な形でこう均一なものを、うん、売るように出荷できる人たちがいるっていうのはすごい技術がいるんだなってことをなんとなく子供なりに分かりますね。おっしゃる通りですね。そうですね。でそれからでも漁業に就く何し、の養殖業にするには、権利の問題がありますよね。そうですね。漁業権ってなんですか。それから漁師さんの家族じゃないとなかなか後継げないですよね、はいはいはい、農業だって農地がないとできない。おっしゃる通りですね。関わりたくても、まあ、家庭菜園が関の山ですね。そうですね、おっしゃる通りです。でそれからどうしたらどうしようと思いましたか。僕高校生になった時に、はい、学校に通う道の途中で使ってない農地をいっぱい見つけたんですよ。
それは何、年取って農家を辞めた方たちがいるってことですか。おっしゃる通りです。あ、ただ大人になって、まあ、20何年経っていったらですね、そこあの住宅地になってたんですよ。だからきっとそこが道がつくとか住宅地に変わるような、うん、そんな場所になってたんだろうなって今思うんですけどね。それ寂しかったんですか。おっしゃる通りですね。やっぱり自分は野菜作り楽しくやってて作物いいなって思ってたのに、使わない人たちがいて空いてるよって、この状態ってもったいないなって思って。小学生の僕がやってあげるって。高校生の時、高校生の時でやろうと思ったんですか。そうですね。で農家になろうってその時に決めてましたね。でもすぐはなれなかったんですね。農家のなり方が、今もなれてないかな。農家のなり方がやっぱ分からなかったです。分かんないですよね、うん、ここ複雑だと思います。はい、なんかサラリーマンになるんなら入社試験受ければいいと思うんだけど、うんうん、農家になりたいならどうしたらいいかって思いますもんね。そうですね。それでその後はどの方向に進みましたか。で僕は農家になりたいっていうことを、まあ、自分の親に言った時に、はい、まあ、親はサラリーマンの、ね、家庭ですから、はい、農家になるなんてって言うかなと思ったら、めちゃくちゃいい仕事じゃないと、あなたにぴったりと、はい、こういうふうに言ってくれたんですね。で、まあ、オチがあるんですけれども、あなたにぴったりねと、であなたは何を作りたいのって僕に言ってきたんですね。はい、その時に僕がすごい作物って答えたんですね。すごい作物を作るなんてすごいって言ってくれたんです。でそのすごい作物っていうのを作るってことはノーベル賞を取るっていうことねって言われたお母様に。そうで、ノーベル賞を一番取る大学に行ったらどうということで、はい、兄弟の農学部に進学すると。こういうふうにうまいこと親に乗せられてたんですね。ちょっと変なツッコミですが、兄弟でノーベル賞取られた方は農業分野じゃないですね。ちょっとお母さんにごまかされちゃったかもしれない、ね、もう完全にやられましたね、あの時に。もうだからもう自分はノーベル賞を取って農家になるもんだと、で農学部に行くもんだっていうふうに高校の時思い込んでましたね。で行かれたんですね。はい、そうですね。で農学部に入って何かの研究をされましたか。あ、僕は大豆の研究してまして。大豆、はい、大豆の品種改良でしたね。それあまりすごい作物じゃない、ね、普通ですね。いや本当なんか一粒食べたらめちゃめちゃ元気になる豆みたいなね、そんなのとかできたらいいなとかって思ってたんですよね。そうですか。はい、あのリスナーさんから、はい、あのチャットメッセージが入って、はいはい、ですか、福井と越前ガニと恐竜を思い出すって書いてあるんです。何ですか恐竜。え、恐竜知らないですか。ごめんなさい。福井といえば恐竜がいた場所で有名なところなんですよ。恐竜博物館っていうのがあって。あ、そうなんですか。全国の子供が恐竜好きな子たちが集まって、はい、恐竜の模型見たりだとか、はい、化石掘ったりとかする場所があるんですよ。そっちの方の研究しようと思わなかったんです。あ、それはね、あの僕の生まれた三国町っていうのは海側だったんですけども、はい、それ山側なんですよ。あ、なんかちょっとこう異なる場所でやってた。海側で漁師にね漁業の勉強するならわかるけど、なんだかちょっといろいろよくわからないことが。今度あの違う機会を作ってもう30分話してもらわなきゃダメです。ラジオネーム安尾さん、ありがとうございました。はい、恐竜を知らなかったのは私だけのようです。それでそのいいところで育ち、うん、今もご実家福井なんですか。あ、今はもう福井の実家はもう売り払っちゃってまして。あ、そうですか。はい、あのご両親はどこに住んで。あ、今あの神戸の方に。あ、そうなんですか。 それじゃ福井に帰ることはあまりないんですね。そうなんです。あ、でも、はい、あの寂しいのであのマイファームとして福井に農場も置いてまして、はい、その福井の農場のところに、まあ、あの鶏を飼ってましてね、はい、でその鶏の卵を使ったケーキとかアイスクリーム作ってオムライスのお店もやってます。あ、そうですか、はい、なんていう店ですか。の、カフェリリーという名前です。なんでリリーなんですか。これユリの里公園っていう公園の中にあるんでユリでリリーです。はあ、面白いですね、はいはい、繁盛してますか。コロナの時は危なかったんですけれどもね、はい、今はもうだいぶ持ち直してきまして、はいはい、では話を物入りします。兄弟、はい、で大豆の研究をされて、はい、大豆の品種開発ですか。あの、そうですね、品種開発もそうですし、あとは栽培管理の技術の研究もしていて、それこそ北海道の大豆と沖縄の大豆の、まあ、成分を分析してどの品種がどれぐらいの成分があるだろうとか、そういうのも調べてましたね。ほとんどあれです、農芸科学の方ですか。あ、そうです、そっちの方に近いですね。そうなんですか。なんとなく 今のマイファームを手広くやってらっしゃる西辻さんは農業経済の出身かと思ってました。僕はもう農業経済じゃない方なんですよ。そうですか、はい、じゃあ実験室に結構いたんですね。あ、僕そっちですね。高槻農場っていう農場が京大の中にあるんですけど、はい、そこの出身です。あ、そうなんですか、
ちゃんと4年で卒業されたんですか？4年でちゃんと卒業してます。論文は何ですか？論文は大豆のやっぱりサポニンという成分がどれだけ多いか少ないかとか、品種改良でどうなったかとか、そういうのを。ノーベル賞取れそうでしたか？残念ながら無理でしたね。そうですか、残念な。いや、ノーベル賞受賞者と友達になりたかったですね。でその後に就職されたんですか？その農芸科学の方の、研究を生かして。僕ね、農家になりたかったんですよね。だから就職活動ほとんどしてないんですよ。そうです、大豆を作る農家になりたかったんですか？なりたかった。いや、大豆とは限らないんですけども、まあ、すごい作物を作る農家になりたくて、はい、ただ農家になる方法が分かんなかったんですよね。京大で4年勉強しても分からない。分かりませんでした、残念ながら。そんな手段が全く勉強でなかったというね。教授たちきっとご存知ないんですよ。そうですよね、きっと。ちょっと今余計な一言言ってしまいましたね。いや、それでその、まあ、研究だけするのはのと実際に農家になるのは違いますからね。おっしゃる通りです ね。で、農家になれなくてもうしょうがなく就職したんです。就職1年だけ。それはどういうところに？ネクスウェイという会社なんですけども、これ東京の会社で IT 系の会社なんですよ。全然農業に関係ないの？そうなんです。農業のの字も関係のない会社に1年だけ。1年だけで。どうして1年しか勤めなかったんですか？これ僕のその担当がですね、はい、秋葉原の担当だったんですよね、はい、でこれ秋葉原の飲食店とかをお客さんにしてたんですね、はい、そのお客さんのとこ行くと飲食店のゴミ箱を見た時に衝撃を受けまして、そのめちゃくちゃ野菜は捨てられてるのに肉魚は食べられてる。はあ、これ見て野菜めちゃくちゃ捨てられてんなと思って、はい、でやっぱり世の中の人たちがそういう野菜とかに対する興味関心が薄れていると思ったので、興味関心を持ってもらうためにも農家になろうということで、はい、東京へ出てもう一回京都の方に戻ったと。で農家になろう、こういう感じで進んでます。でそのマイファームという、まあ、自分でできる範囲の農地を取得ですか？あ、いや、賃借ですね。賃借で、はい、賃借して、それで、農業指導と実際に何て言うんですか、そういう場所が欲しいって、家庭菜園みたいなのしたいって言ってる人のマッチングみたいなことから始めたんですか？いや、僕もともとその野菜作りが好きで、まあ、大学時代の研究は大豆でしたけども、まあ、いろんな作物の一通り栽培できますから、僕が畑をやっていて、そこに野菜の収穫体験に来てくださいと。で、それ手取り足取り教えて、トマトはここが一番おいしい場所ですよとかね、いちごはこういう風になっていてここが一番いいとこですよとかですね、そんな話をしながら、こううんちくを垂れながら収穫体験してもらうって、これがマイファームの一番最初です。そうですか、それが京都だったんですね、はい、そうですね、はい。でどんどん数を増やしていったんです。そうですね。でも指導できるのは西辻さんはできただと思うんですが、他にもいないと件数が多くなればね、人手が足りないですね。おっしゃる通りですね。どうやってリクルートしてったんですか？僕の場合はですね、まあ、大体10農園ぐらいまでは自分でやってましたけれども、はい、それ以上増やすときには僕が教えてたお客さんに指導してもらうっていう形で、お客さんだった人たちを雇用するっていう、そういう形でリクルーティングしてたっていうのがあります。もし差し支えなかったら、そのお客さんだった人が、はい、人に教えれるだけの技術力を習得して、まあ、雇用っておっしゃいましたけど、うんうん、まあ、時給いくらで働いてもらうっていうやり方ですか？あ、そうです、おっしゃる通りです、はい、それはその普通に例えばマクドナルドで働くとか、そういう、そういう最低賃金以上払うみたいな。一緒です、おっしゃる通りです。そうやって増やしていったんですか？そうです。今全部で何件あるんですか？今160件ぐらい。160件、はい。それだ、そこで自分の野菜を作るだけじゃなく、人に教えれるレベルになりたいって思う人が増えるってすごいことだと思うんですね。ですね。あと、自分が作ったものを人に食べさせたい、家族に食べさせたいところから始めるでしょう。でもそれを伝授したいって思うところの、その気持ちの転換っていうか、うんうん、第二ステップですよね、うん、そこって、うん、それに行くように仕向けたんですか？それ自然になってきた。僕一番最初に始めた時24歳なんですよ、はい、なので24歳の子に教えられた人なんで、24歳の子が教えてるんだから私もできるでしょうって感覚って多分あったんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ、それだけでは私はきっとできないと思うので、才能がないから。実はですね、はい、西辻さんが26歳の時、今から13、4年前に
出会ってるんですね。そうですね。でそれもその今の言ってたようなマイファームを始めてまだ日浅い西辻さんが、農林水産省の食料農業農村政策審議会という、まあ、向かいに大事に座ってるようなそういう審議をする会に一人いらして、で20代は当然西辻さんだけですよね、まあ、あのお名前を言う必要はないとは思うんですけど、例えばトヨタの顧問ですとか、当時のローソンの社長さんだとか、もうなんか普段だったら口も聞けない新聞でお名前見たことあるような人たちがずらっといて、その中の私も一人に選んでいただいて、あれで人生変わりましたよね。あ、そうですね。っていうかその実際に土の上に立って、その農作業をすることと、それから政策を作る側とのなんていうかな、かなりその当時の私にとっては乖離して見えた、私は農家じゃないけれども、農家の人この文章を読んで分かるのかなっていう、だけど私たちは審議する以上その難しい文章を読まないと分からないから、多分西辻さんは京都から東京の農水省いらっしゃるまで、私は札幌からそこに行くまで飛行機の中でももう分厚いの読んで、ね、メモつけたり付箋つけたり辞典引いたりしながらだんだん分かってきて、あそうかって、そのただ作ればいいっていうものでもなく、で、まあ、自給率の問題など、などもありますし、そういうところで一緒にそのまあちょっとかっこ悪く言えば苦しんだり勉強した同期生だっていうのがあって、でまたこうやって出会い直してお話しできるって、その農業っていう一つの核になるものがあったからだっていうのは、人生の大事、とても幸せなことの一つに入るなって思うんですけど、でどんどんその時々西辻さんの活動を SNS で発信されてるのを見てたら、あまりにもマイファームが広がってしまって、なんだかよくわからないほどこの人大丈夫なんだろうか西辻さん体が持つんだろうかなんて思いながら、で初め10件ぐらい自分で持ってらっしゃって、はい、今はそこまでもう時間もないしできないですね。今農園借りるお客さんに僕回ってますね。借りるんですか、はい、子供が3歳なんですけれども、はい、逆に農業体験の方をさせてもらう側に回ってます。そうですか。で人に教えてもらうのって面白いですか。面白いですね。教えてて教えられる関係ってめちゃくちゃ面白いと思います、ね、そうですか、はい、例えばどんなことを教わりましたか最近。やっぱり最近でいくとアーティチョークありますよね。 はい、あれの、まあ、食べ方みたいなのを畑の上でどう食べたらいいかみたいなのをアドバイザーさんに僕が教えてもらうとかね。とただむしって食べる、むしっていやむしる、まあそう特に違ったりするんですね。あとフェンネルってありますよね。フェンネルわかんないです。フェンネルってこうちょっとなんかセリ科の作物みたいなやつがあるんですけども、はい、そのフェンネルの種とかって生で食べるとめちゃくちゃ美味しい、甘いんですよ。そうなんですか。それほとんど人知らないんですけども、僕アドバイザーさんに食べてみなさいよって言われて食べてです、ね、感動したんです、ね、こんなに甘いのかっていう、そういうのを感じてます。そのアドバイザーになってくださる方たちは他にご職業があってそれだけで食べてるわけではない。あ、それだけで食べてる人もいます。いるんですか。います。じゃあ雇用してる人は何人。今そのアドバイザーさんと呼ばれるいわゆる菜園のアドバイスをする人は大体200人ぐらいいます。そんなにいらっしゃる、はい、激務ですね。じゃあそういう人たちの、まあ、管理というかってなんていうんですかね、管理って言ったら悪いですか。でも経営者だから言わなきゃねマネージメント、はい、マネージメントやってらっしゃる、はい、で北はどこから南はどこまで。一番北がですね仙台ですね。仙台、はいはい、一番南は沖縄まで。じゃあさ作ってる作物もいろいろなんですね。もう全然違いますね。面積も違いますし栽培手法も違いますし。でご自分でそうやって農地小学校から目指してた、農地を持って 農業をすることができた、それからそれを教えられるような人も育てられた、でやはり自分の目指したのは農業で良かったなって思いますか、あ、そうですね。僕転職だと思いますね。転職だと思う、はい、全然そういう感じの T シャツの着てるお兄さんみたいな感じそれで、なぜ北海道、例えば西水さん その審議会でお話を初めてした時というのは、マイファームはもの、自分の農園ですから少なくとも北海道の規模とは違う、北海道でしたら、今だと水田の1個1個
校の農家が経営する面積は、うん、まあ、軽く20ヘクタールは超えてるし、うん、畑作や酪農だと50ヘクタールとかって、それでそのマイファームとどうつながるかってことはかなり難しいんじゃないか、うんうん、実現する日は来ないんじゃないかって悪いけど思ってました。ところが今こうやって北海道で活躍されてるそれはどうしてですか？今までやってたのは自産自消ができる社会ということで、はい、自産自消というのは自分で産出生産する、それから自分で消費する、そうそう、はい、自産自消のもっと個人版ですね。そうですね、はい、でそれを、まあ、農業の野の字を知ってもらおうということでずっと活動してたわけなんですけどね、はい、でもその彼だって自分で作ったもので 100% 生きられるかってそんなことないんですよ ね野菜作れても乳牛買えないし、そうそうそう、肉しも買えない、ね、そう、おっしゃる通り肉どうすんの、牛乳どうすん、やっぱ食生活の中でいくときちんと生産されてる農家さんたちのものを購入していくはずなんですよね、うん、そういう意味でいくと今僕がずっとやってきたことっていうのは優秀な理解ある生活者の人たちを育成してたんだと、こういう考え方してるんですね、うん、で一方で生産するフィールドっていうのは北海道が日本の中で一丁目一番地ですけれども、ここはまた全然別問題だなと、でこっちの方に僕たち貢献できることはないんだろうかって考えた時に思い浮かんだのが、やっぱ優秀な人材をどんどんと送り込むことが生産農家さんにとって喜ばれることなんではないかと、こう思ったので農業教育で入ろうということで北海道の方に来てるんですね。今はそのびっくりしたのは西辻さんのお名前を北海道の新聞で見ると思わなくて、はい、で青春高校というのが札幌市にあるんですけれども、うん、そのかなり中心部に、そこの高校に、通信制のコースがあって、まあ、農業体験はもちろん通信じゃできないので、その場に来てもらうんだけれども、そういうコースを作ったって言った時に大丈夫だろうかニーズがあるんだろうかって思ったんですが、本格的にそのコースが入学生を受け入れてとのは今年から、うんうん、そうですね、今年からスタートしてます。でその理事長ということは青秀学園の経営者なんですね、はい、そうです。そうですか、はい、人数増えましたか？おかげさまで、はい、僕が2020年頃から関わらせてもらってるんですが、はい、今生徒さんもどんどん増えてきてまして、はい、コースももちろんバリエーション増やしてるんですが、はい、何よりやっぱりその生徒さんたちにできるだけ自然とか脳の経験を増やして、でこう、まあ、せっかく北海道の学校に通ってるわけですから、うん、まあ、そういう自然環境を感じられるようなカリキュラムに変えようと、うん、こんな感じで今やってますね。今入って今年1年生が最初の 1年生ですか、通信課程の、はい、通信課程の、でその1学期の間、3ヶ月間 1,4,5,6、うん、まあ、3ヶ月半ぐらいですか、うん、何かその入学した時の思いと、うん、その3ヶ月半夏休みまでで変わったことってありますか？うん、そうですね、生徒さんたち約40人の生徒さんたちがいるんです。40人もいるんですか？そうなんですよ、すごいですね、人数増えちゃう。僕もまさかこんなにねいらっしゃるとは思わなかったんですけども。そうですか、はい、入学してくれて一番嬉しいなと思ってるのは、はい、食生活が変わったっておっしゃってた、ね、そうですか。その食生活の中で特に変わった部分が朝ごはんを食べるようになったって僕コメントいただいたんですよ。これがめちゃくちゃ嬉しいなと思ってまして、まあ、こういう食に対しての気づきを脳の体験を通じてやるっていう。どうして朝ごはんを食べるように、まあ、なったんでしょう。また食べなかった理由は置いといて、うんうん、食べるようになったってことは自分でも作れる技術ができたのか。いや、おそらくですね、はい、朝からその畑に行く機会っていうのが増えるので、やっぱ朝ごはん食べとかないと多分思うんじゃないかなと思うんですよね体が持たない多分それも一つあると思いますし。そうですか、うん、そう、いい、素敵ですね。いや、すごくいいと思います。体を一番作らなきゃいけない時期なので、うん、そうですか。その40人も一気に、うん、入ってくるとは思ってなかったんです、うん、そうですね。で国語とか英語とかは、Zoom とかでも勉強できるんですか？そうですね、 Zoom とか、あとは、まあ、郵送でこうテキストをやり取りしたりとか、そういう感じでやりますね。なんでアグリコースにいらっしゃるんでしょう、そう、生徒さんたちは。だいたい中学校3年生の方々ですから、 お父さんお母さんがどういう意向があるのかって結構大事なんですけれども、うん、お父さんお母さんとして自然の近いところで育ってくれたらいいなっていう思いがやっぱある人たちが多いですよ。うん、そうなんですか、はい、ありがたいですね。そういう親御さんがいっぱいまだっていうのかな、いらっしゃるってことはね、うんうん、都会の真ん中にある学校ですから勉強さえできればいい的な考えもあると思うんですけれども、うん、それはまあ
普通コースの方行っちゃ行かれるんでしょうね。そうですね。ね、海外、短期留学とかもあるし人気ですものね、専修高校はね。で、私は拓殖大学の北海道短期大学の客員教授というのも務めさせてもらってるんですが、そこと連携協定を結んだというふうに聞いてます、うん、そうですね、それはどういうことで連携するんですか。はい、私はマイファームっていう会社と札幌清修高校と2つ経営してるんですが、はいはい、この拓殖短大さんとの連携によって例えば先生たちが、はい、高校に教えに来てくれたりだとか、あとマイファームと一緒に仕事をしてプログラムを作ったりだとか、こういう連携ってあるなっていうふうに思ったりするんですね。そういったところで今実際にスタートしていたりだとか、はい、あとはですね、将来的にはそのうちのその清修高校のカリキュラムのところで一緒にものを作ってみるみたいなことをやってきてみたりだとか、もしくは拓殖短大さんの方に深川にキャンパスがあるんですけども、はい、あそこでいろんな作物作られているのですから、そうですね、広いですから ね、 ね、あそこの、ね、補助畑や田んぼが、ぜひともああいうところに行ってほしいなって思ってまして、はい、そういう連携を田んぼを生徒さんたち見ましたか。いろんな種類 の、 ね、お米作ってますよね。そうですよね、そういうの見たことあんまりないかったんじゃないでしょうかね。でもそういったところで感じられると多分高校卒業して農業系行こうかとかね、そういうこと考えてくれるんじゃないかなと思うんです、うん、農家にならなくても農業に関わるお仕事って思うかもしれないし、うんうん、私は今かなり国際情勢的にも農業がいろいろと資材高騰等で苦しい出る人たちもいらっしゃるので、高齢農家が増えているから後継ぎがいないと、いわゆる担い手がいないという中で、その高校生たちが将来そういうところに入って、手伝う段階から始めて将来の経営者になってくれるような日が来たらどんなに素敵だろうって思うんですけど、そういうようなところまで の、 夢みたいなことはありますか。そうですね、札幌清修高校って心スイッチっていうのを大事にしてまして、はい、心スイッチをどう押すかなんですけれども、これ見せてたまたまズームに映りそうです、はい、でこの心スイッチを押さないまま卒業してしまうってもったいないなと思ってるんですね。あ、心のスイッチを押すっていう意味なの。押してほしいんですね。その心スイッチを押すサポートをする高校なわけなんですが、できればそのスイッチを農業とか自然産業に向けてもらえるとすごく嬉しいなと思ってるので、アグリコースやってたりするわけなんですけれども、やっぱり生命自然産業というその生命を育てる作物を育てる産業は他のお勉強と違ってなんか人を強くするものがあるというふうな西辻さんの信念があるおっしゃる通りですね。これアグリコースもちょっと見せてください。 ありがとうございます。でこの農業っていうところはただ食べ物を作るだけじゃなくて、人々の健康と心を支える仕事ですから、時代的にもですね、作って終わりというわけではなくて、その中で経験することを通して自分自身の心が成長したりだとか、健康になったりする姿っていうのを感じてもらえるといいかなと。そうですね、3年という短い期間にそういうふうにきちっと成長して出ていったら、3年後の卒業式は理事長泣いちゃうんじゃないですか僕多分ね泣いちゃうと思います。感無量ですよね本当にそうですね、はい、もうまだまだお聞きたいこともあるんですが、ちょうど時間になりましたので、生徒さんたちが農業を好きになってくださって、北海道の農業を応援してくださるように私も祈ってます。今日は、マイファーム代表取締役の、西辻一馬さんのお話でした。